5月19日木曜日夜の8時から9時日本国難を乗り切る教師の秘策という演題で話をさせていただく小学校教諭の方川義春と申します今日本は幕末さながらの国難に変していると思います尊い偉人によって大切に守られてきたこの日本を 100年後、200年後の後世に引き継ぐため、教室として何ができるのか、私が考えました秘策をご提示し、皆様と議論できればと思います。5月19日、ぜひお待ちしております。